方もちょっと前の方に少し出ている感じがあるので、おそらく巻き方。もう腕の可動域とか、まあ、股関節もそうですけど、自分でなんか体の変化が実感できたので楽しかったです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。はい。こちらスリッパに着替えください。はい。はい、よろしいですか。見ましょう。ありがとうございます。はい。じゃあこちらソファへおかけになってください。はい。今日ご来店ありがとうございます。はい、ありがとうございます。場所はすぐ分かりましたか。そうですね、あのバスで来たんですけど、うん、あの駅から降りてすぐだったので分かりやすかったです。あ、よかったです。はい、ではあのそちら行っていただいてですね、はい、店内寒かったり暑かったりないですか。大丈夫ですか。はい、はい、ありがとうございます。ではですね、最初にあの施術を受ける前にですね、こちら体調のご確認シートとですね、あとカウンセリングシートですね、こちらの方をちょっとご記入をいただきたいと思います。はい、あ、よろしいでしょうか。はい、できました。はい、ありがとうございます。はい、では確認させていただきますね。はい、今回の症状を悩みで今までに何か施術はその他のところにチェックが入っているんですけれども、うんうん、ここ以外のところでどこか受けられたんですか。そうですね、あの肩こりの方が気になって、以前あのヘッドスパに行ったことがあります。あ、ヘッドスパなんですね。はい、で今回あのこういったところは2回目なんですか。はい、あ、そうなんですね。はい、まあ、ヘッド以外は初めてっていう感じですか。そうですね、大体まあ首ぐらいまでだったので、はい、あ、なるほどですね。一番の体の歪み、姿勢改善というところですね。うん、これはもともと何か結構気になってらっしゃった感じですか。そうですね、昔から結構姿勢があまり良くないっていう風に言われてて、うん、でもそれもあってかちょっと腰痛がたまにあの出てきたりしてたので、ちょっとそれが今回気になってっていう感じです。なるほどですね。今ちょっと見た感じですね、うん、肩もちょっと前の方に少し出ている感じがあるので、おそらく巻き型、肩かなと思いますね。うん、でやっぱり姿勢が改善されればあのちょっとこう健康体の方になっているので、はい、その辺しっかり見ていきたいと思います。はい、で腰痛で肩こりと、やっぱりデスクワークが主な仕事って感じですよね。そうですね、普段ほとんど座ってます。うん、もう7時間8時間ぐらいやられてるんですか。はい、大変ですね。そうですね。まあ今回行うですね、まあ、筋解体性術というメニューもあるんですけれども、うん、まあ、そちらの方でだいぶあの巻き肩とかですね、うん、まあ、猫背とかも改善できますので、うん、楽しみにしていただければと思います。はいはい、あと冷え性なんかもちょっと気になるかなっていう感じですか。そうですね、あの手先とか、まあ、足の指とか結構すぐに、うんうんうん、あの冷えるので、はい、そこは気になります。夏場とかでも冷えますか。夏場でもやっぱエアコンとかもつけるので、うんうん、そうですね、割とすぐになんか冷たいなって思うことが多いです。あ、そうなんですね。はい、でそうなってきますとちょっと股関節がもしかして硬くてロックされちゃってる可能性もあるので、うん、まあ、その辺ですね、あの股関節ケアという施術もありますので、うん、そちらも合わせてやらさせていただければなと思います。
あとは施術中のご希望として、まあ、説明やアドバイスを受けたいということですので、こうした方がいいですよとかですね、ここはこうなってますよということをですね、しっかり解説させていただきながら施術をさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では施術の前にですね、あのお着替えの方ですね、はい、ちょっとされた方がよろしいかと思いますので、はい、お着替えなさいますか。あ、はい、はい、お願いします。ではこちらご案内いたします。はい、こちらになります。はい、荷物こちらの中に入れていただいて、はい、こちらの M サイズのお着替えでお願いいたします。はい、では閉めますね。はい、では今からですね、筋体再生術の上半身をやってですね、ちょっと首肩を緩めていきたいと思います。でちょっとこちらですね、抱き枕を置かさせていただいて、で下の足を伸ばしますね。はい、でちょっと恥骨に当てるような感じで、はい、そうです。ではやっていきますね。やっぱこの辺冷たいですよね。ちょっと動かしていきます。この肩の屈曲動作っていうんですけども、これ本来回らなければいけません。この90度でちょっと止まっているような感じです。この肩の外転は耳までつかなければならないんですけど、ここで止まっちゃってますね。これ今から改善していきます。結構神経が圧迫されちゃってるような感じです。他の強さに落とす筋という首の筋肉もこう斜めに走行しているので、例えばここに鎖骨にくっついている分ですね、ここを凝ると頭前に引っ張っちゃうんですね。とここを緩めるだけでだいぶ可動域広がります。うん、軽くなりますね。わかりますか。はい、でさらにちょっと首横ですね、首横の鎖角筋と呼ばれているところですね、そこを緩めていきます。この2つだけ緩めればだいぶ広くなっているかと思います。でですね、これはもう胸の前側ですね。要はここが硬くなると前に引っ張っちゃうので、そうすると向き方になる。そうです、これが広背筋、後ろ側ですね。ここの痛みはないですか。あまり痛くはないです。ちょっと痛いです、内側が。そうですよね、これがですね、やはり肩が内旋って言ってこう内側に引っ張られてたじゃないですか、なのでここの上腕二頭筋も引っ張られちゃってるんですね。今僕弱圧なんですけれども、でも痛い、ってことはだいぶ硬いということなんですね。これもやっぱつながりから来るんですね。なのでいかにここだけほぐしてもとか、ここだけほぐしてもとかやってもですね、
やっぱ凝ってるとこうなっていっちゃうってことですね。必然とこっちもこうなっちゃうって感じになっちゃいます。でも疲れませんか？デスクワークです。あ、それ正解なんです。そこ、うん、結構そこのですね、まあ、母子球筋と呼ばれている筋肉なんですけど、そこ実は首肩の凝りを改善するの。首肩なんですね。はい、手ももちろんほぐれますけど、手はですね、ここの指をぐーっと10秒間ぐらい引っ張ればですね、グーパーグーパーがしやすくなります。この手の筋肉の終着地点ってここになりますので、そこを伸ばすだけでストレッチになります。もうほぼ引っかかりはないかなと思います。痛くないですか？だいぶ癒着してますね。ちょっとですね、今から肩甲骨をリリースしていきます。痛くないでしょうか？後ろに行ってますね。肩がこう後ろの方に今倒れてるのを感じていただけてるかと思います。はい、先ほどはここで止まりました。回転方向はここで止まりました。今ここの方まで不思議緩まりました。でもこれが本来のお姿なので、うん、ここまで柔らかいってことなんですね、うん、なのでもったいないです。なんかカチカチであと比較的やっぱこの付け根ですね、うん、が硬くなりやすいので、うん、普段自分で意識できることとかはあるんですか？例えば立ち方だったり座り方だったり歩き方だったり寝姿だったりとかですね、あと足を組む組まないだったりとか、なんかそういうのもやっぱ意識されるとだいぶ変わると思いますね。あ、もうほぼとかゼロですね。すごいですね。これやっぱ付け根の硬さもかなり大きく影響してたと思います。さっきより柔らかくなった感じしますね。はい、やっぱこれもやっぱ硬くなると首こり肩こりがひどくなりますと、うん、結構重たくなるんですね、腕も。へ、うん、今ほぐれたので、うん、もうこうグッと回さなくてもですね、うん、
もうご自身でこうある意味ちょっと回せるような感じになっているかと思います、うん、でこれで半分終わったので次反対側やっていきます、はい、如実に肩坂がもう分かるじゃないですか、うんですね、これも回転動作もここで止まりますね、はい、本当ですねちょっと緩めていきますね、肩甲骨。右より痛いです。あ、右より痛いですか、うん、そうですね、やっぱ筋肉も凝るとですね、やっぱ短縮してしまう、要は短くなってしまうので伸ばされた時に結構痛みが出ますね、うん、もうほぼ引っかかりがないんですけれども、うん、どうでしょうか、軽くなりましたか、うん、これで筋解体施術の上半身終了となります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではほぐしに入りますね。結構痛いですかね。そうですね、ちょっと痛いです。ここはだいたい腰をひねるときに使う筋肉になるんですけども、指が入りませんね。今回ちょっと股関節とですね、肩関節のロックがあったので、はい、腰骨が結構動きすぎちゃってたと思いますね。なんでこの辺が腰痛ですもんね。そうです。不安になります。うん。だいぶ負担が大きいと思います。もう痛いですか？痛いです。あ、まず硬いというのとですね。あとピクッてやっぱなるので。
ここも痛いですねこれ着圧なんですけれども、しかしそれちょっと臀部お尻のですね、はい、ちょっと筋力がちょっと低下しちゃっていて、はい、この足側面のところがですねちょっと負担大きくなっちゃってると思います。どういうふうに鍛えたらいいんですか。ですね、ここのお尻の筋肉、まあ、大臀筋だったりとかっていうのはですね、はい、ちょっと四つん這いになって、はい、足を後ろに上げていくような動作ですね、うん、この筋肉の作用って後ろに引き上げる動作で効くので、はい、それをやっていただくといいと思いますね。あとは仰向けの状態でしたら、はい、そうですね、ちょっと膝を曲げていただいて、で膝曲げていただいて、でそこからですね、腰を天井方向に浮かしていく、はい、まあ、ヒップリフトなんて呼ばれているんですね、はい、そちらの方をやっていただくといいと思います。ちょっとお尻の筋肉のですね、ちょっと筋力があるかどうかの確認をしてもよろしいでしょうか。はい、はい、ではですね、この状態でこのようにですね、足を上げていってもらえますか。ちょっとこの感覚、限界ですか。ちょっとこの感覚を覚えておいてください、はい、上げやすさとかですね、こっちもちょっと上げていってみてください。上げにくい方ってあります。左側、はい、こっちの方が上げやすい。 OK です、ありがとうございます。本来は僕が下に押していって確認とかもするんですけど、それやらずしてこうご自身 の、はい、感覚で分かりますので、はい、首のですね右側のある部分を押しますと、お尻の筋力のですね出力が上がります。いいですかね。痛くないでしょうか。これで先ほどと同じようにですね、上げてみてください。どうぞ。上げやすくないですか。上げやすくなりました。へー、右側を押したのに。じゃあこちら上げてみてください。こっちもともと上げやすかったですかね。はい、どうですかね。左右差が感じなくなりましたかね。はい、はい、このような感じで右側の部分をやると筋力の出力が上がります。なので、はい、ここのお尻の筋力の出力を上げてから、はい、先ほどお伝えしたトレーニングですね、はい、まあ、そちらの方をやっていただくと、はい、より効率的にトレーニングすることができるので、よりヒップアップにつながるかと思います、もしちょっとお近くに整体とか、なんか保護士屋さんあったらですね、はい、最低でも月に1回はメンテされた方が
そんな状態なんですね。できれば2週間に1回ぐらいで、先ほどお伝えした脳の再教育がある程度できてくれば、はい、あの楽な状態を維持することができますので、うん、そしたら感覚を上げていっていただいてもいいと思います。はい、1回で効果は出るけど、それを続けるっていうと長期戦になるって感じですか。やっぱりその脳の再教育もデータで出てるんですけれども、45日以降になりますとリセットされちゃうんですね。あ、そうなんですね。うん、でちょっともったいないじゃないですか、うん、あの それまでケアしっかりされていたら、はい、でお客様にはそうやって伝えます。うん、でも楽な状態が続いてきてくれば、まあ、感覚ある程度上げられますので、はい、若いうちからの方がいいですよどんどん癒着がひどくなっちゃうんで、うんうん、あの年を取っていくと、はい、で左側のですねある部分を押していただくとですね、自律神経が安定します。まあ、自律神経がどう乱れているのかっていうのも、あの確認方法が実はあるんですね。でそれで例えば交感神経がずっと優位な状態、要は活動の状態がオンのままみたいな、はい、っていうのもここで調整ができます。では今からですね、筋解体制術の下半身の方やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。まずちょっと確認をしていきますね。腿の前側ですね、張り感見ていきます。ちょっと張ってますね。はい、このこうした時骨盤ちょっと浮くので、もう前側張ってるなっていうのが分かります。足を動かしますね。股関節のこちらの開き具合、ここで今止まるような状態です。で、今度反対側見ていきます。こちらも張ってる感覚ありますか。あります。左右どうですかね、比較して同じぐらいですか。こっちの方がなんか引くような感じがするんですけど、なんかそんな感じですよね。こっちの方が可動域は広いですね。ちょっと失礼しますね。ちょっと足上げます。この時どうですかね、腰痛かったりしますか。大丈夫ですか。はい、このお尻のあるポイントを押すとですね、はい、腿の前側が緩みます。やっぱなんかね、いろいろつながりがありますよね。どうですか。柔らかくなりましたね。なりましたか。はい、結構今ゆるゆるですよね。うん、全く張った感じですね。今ペタンとね、あのお尻に足がかかとというかですね、ついている状態です。はい、これをやるとですね、はい、膝の動きも良くなります。あとこちらの足の上げる方向の股関節の動きというのも改善します。はい、先ほどこのぐらいでしたね。うん、いきますね。これが本来のお姿です
まだいける感じですね、うん、すごいですね。体曲げてるわけじゃないですか、ね、うん。なので今お腹もうお腹というかここの距離がもうここなんですけど、うん、さらに実は上がります。今ここが今のところマックスです。では行きますね。上がりましたね。すごいですね。ペタンとつきました。でも本来はここまで柔らかいってことですね。この足を外側に向けると浮いちゃうの分かりますか？それだけやっぱり内に内に入ろうとする癖というかありますね。はい、では反対側ちょっとやっていきますね。腰は大丈夫でしょうか？痛みはないですか？元の位置に戻します。
だいぶ左も右も腸が硬いですね。腸の反射。はい、如実に反応出ますので、なので、あの胃もたれとか胸焼けとか、あの即効性があるんですぐ良くなるんですよ。痛かったですね。はい、これで終了となります。では股関節ケアを今からやっていきます、はい、まずはちょっと骨盤のズレっていうところですね、ちょっと確認させていただければと思います、はい、ちょっと体振れますね。まずちょっと肋骨の位置を確認してます。ちょっとこっち側、右側が下がってますね、うん、骨がですか。はい、先ほどちょっと右肩が下がってるっていうのは、うん、ちょっとそこが影響してるかもしれないですね、うん、若干右足が今長いですね。長さも違うんですね。はい、ではちょっと股関節の硬さを確認していきます、うん、ちょっと股関節の屈曲がちょっと硬いですね、うん、本来ちょっと125度までいかなければいけないので、うん、この時鼠径部だったり肩部って痛みがありますか。ここが張る感じ、お尻がちょっと張る感じ、うん、OK です。ちょっとお尻が浮いてますので、うん、ちょっとねお尻が硬くなってるかなって感じですね、うん、では反対側確認していきます、はい、こっちの方が、うん、動き全然いいですね。さあどうですか、この時に鼠径部、肩部、痛み、違和感、突っ張り感ありますか。うん、というよりはなんかちょっと足側というか、うん、が引っ張られてる感じ、まあ、伸びてる感じ、あ、伸びてる感じ、うん、こっちの方がちょっと硬いですね、うん、この内側は、うん、はい、じゃあ手をバンザイしてください。うわでちょっと側面側ですね、ちょっと伸ばしていきます。では30秒ちょっと伸ばしていきます。はい、では元に戻します。実はこれを行うだけでさっきの重心バランスが整います、うん、へではこちらも30秒。じゃあ手を元の位置に戻してください、はい、では今度はですね、足首緩めていきたいと思います、うん、今からちょっとトーク線と言われている道具ですね、木の棒をちょっと使って、はい、このアキレス腱側を緩めていきたいと思います。はい、はい、硬いです大体90度までしか曲がっていないので、うん、これを今からどんどん緩めていきたいと思います。はい、痛くないですか。はい。
今度はちょっと鼠径部のところストレッチかけていきたいと思います。はい、ではいきます。戻します。では今度はこちら伸ばしていきます。あ、もう結構きてますね。はい、ここのももの内側が張ってらっしゃるので、うん、多分股関節内側の方に引っ張られちゃってると思います。なので姿勢も、うん、ちょっと崩れやすくなってるかなって感じですね。今度はちょっとマッサージボールを使ってですね、うん、ちょっとお尻をほぐしていきたいと思います、はい、ちょっと半分です、では30秒ちょっと血止めも合わせて押していきます。もう痛い痛いですよね。ちょっと凝ってらっしゃる方は痛みが出ます、はい、ということはここをほぐすだけで結構楽になります。そうするとですね、先ほど開きにくかったのがちょっと開きやすくなってるかと思います、うん、ペタッといきました。なりますよね、はい、あとこっちもほぼ浮かなくなってますよね、うん、確かに言われてみると、はい、浮いちゃうってことはお尻が硬いってことですね、うん、今度は足の後面の後ろ側ですね、はい、ちょっと伸ばしていきたいと思います。で鼻からまた息を吸っていただいて、はい、では吐いてください。さあどうでしょうか。痛い。はい。でこの後はですね、お尻の深い部分、深層の部分をちょっと伸ばしていきたいと思います。じゃ今度この膝を曲げさせていただいて、はい、そうします。さあ伸びてますか。どのあここですか、はい、あ伸びてます。伸びてますか、はい、これに関してはねご自身でもできますので、うん、はい、下ろします。どうでしょう、先ほどよりですね、うん、さっきは90度のちょっといったぐらいだったんですけれど、今ここまでいきます、うん、すごい軽いですね。軽いですか、うん、あもうだいぶもう胸側の方までいくんですけれども、うん、この辺ぐらいから左足がちょっと浮いてるのが分かりますか、ね、ああ、はい、おそらくこっちの、まあ、大腰筋とか腰の筋肉がちょっと硬くなっている可能性がありますね。鼠径部の痛みとかお尻の突っ張り感って、さっきはお尻の突っ張り感でしたかね。はい、どうですか、ありますか。今全然ないです。あ、ないですか、はい、これで今全部緩んだなっていう感じですね、うん、では今度反対側をやっていきたいと思います。はい、こっちは柔らかいですね。うーん、不思議ですね。痛いですね。どっちの方が痛いですか。右ですかね。右側の方が痛いですか、うん、っていうことはやっぱり右の方が、うんうん、はい、ちょっと爆弾抱えてます。そう、でもどっちも痛いです。では今からですね、お腹の腸間膜という膜組織をですね、うん、ちょっと緩めていきたいと思います。結構臓器が先ほどもお伝えしたように硬くなりますと、うん、ここの覆っている膜ですね、それも硬くなりますので、うん、それを一気に緩めてですね、はい、お腹をゆるゆるにしていきたいと思います、うん、これで今横隔膜と肝臓が緩んでいる状態なので、はい、そしたら呼吸もね、今深く吸えるようになっているかと思います、うん、で今度は鼠径部ちょっと伸ばしていきたいと思います、はい、これ痛いですね、はい、で今度は
お尻の部分ですね、マッサージボールを当てたいと思います。はい、ありがとうございます。ではボール取りますね。はい、さっきよりペタンといってる感じですね、うん、ちょっと手を下に下ろしていただいて、でお尻の斜めのところですね、はい、伸ばしていきます。こちらの膝をちょっと曲げます、はい、足を曲げますね。さあ伸びてますでしょうか。はい、伸びてます、うん、さっきよりだいぶ可動域が広かったかと思います。いいですね。どうでしょうか、突っ張り感、痛み、そっけいぶでしたか、ね、うん、こっち。もうここが引っ張られ、ここでしたっけ。そうですね、でも全然ないです。大丈夫ですか。はい、やっぱこう外に開くときにこう抵抗感がありますね、内側に戻ろうとする、うんうん、足の長さは揃いました。うん、すごい、こんな短時間で揃うんですね。本当にあの最初の足の側面伸ばすやつで整います、うん、はい、これで股関節ケアは終了になります、ね、はい、あ、やっぱこっちも痛いんですね。はい、この辺は全然張ってないんですけれども、ここの辺ですよね、はい、結構凝り方がバラバラですね。右と左ですか。うん、上半身のね、肩の可動域はバランス良かったんですけどね、うん、こっちも痛いですよね。結構このお腹の内腹斜筋とか外腹斜筋とかってあるんですけど、そこも硬いかもしれないですね。いいですかね、ちょっと触りますね、お腹。こっちの方痛いですか。あ、でも、そう、それしたら痛いです、うん、こっちの方がやっぱり硬いですね。
骨の位置はまっすぐなってますね。これで終了となります。はい、ありがとうございました。痛い。こっちは結構胸前は張っちゃってるのかもしれないですね。痛みはないですか？ややありますか？このあたりですか？前鋸筋って呼ばれている筋肉なんですけれども、凝るとこう引っ張っていっちゃうんですね、前側に、で、この根本原因って実は耳にあります。ここ痛いですよね。そうですね、痛いです。神経でつながっているので、これで実は良くなったりもします。これ今痛みどうですか？全然ないです。ないですか？はい。これですね、ここの筋肉はこの動きなんですね、使う。多分なんかデスクワークでこういう動きですね。これが多いということです。あ、薬指はこれ伸ばすとですね、交感神経を優位にしてしまうので、まあ、仕事前ならここを引っ張ってもいいですけど、リラックスタイムの時は引っ張らないいいですね。指によって違う。薬指だけ交感神経優位にしちゃいます、一応ビフォーではこのぐらいまで左よりは上がっていたような状態だったと思います。ここから上がるかですね。もともとはやっぱ左右柔らかいですね。なので今ちょっと脳の再教育という形でさせていただいてます。はい。今までのあまり動かなかった可動範囲ですね、それがいい状態だと脳が思い込んでいるので、実際そうじゃないですよ、ここまで動くんですよっていうのを脳に再教育しているような感じですね。
さらにちょっといけるか確認させていただきます。こっちはそこまで変わらないですね。これで、うん、さっきここの辺で止まっていたんですけど、うん、ここまで緩めることができました、うん、この足首が硬いとですね、はい、普段歩くときにこのようにベタ足で歩くことになるので、うん、膝と腰にすごく衝撃が来ちゃうんですね、うん、なのでこの常にここは柔らかくしといた方がいいです、うん、で体の後面おでこまで筋肉つながってるので、はい、緩めるだけで前屈が行くようになります。へー、足首をですか。はい、へー、足首硬い人だいたいふくらはぎ痛かったりするんですけど大丈夫でした。ちょっと痛い我慢してました。で今度こちらの膝も曲げますね、はい、で今度はお腹をちょっと触っていきます。はい、呼吸筋であるですね、うん、ちょっと横隔膜、うん、ここですね、ちょっと硬いです、うん、なので普段呼吸浅いと思います、うんうん、あと肝臓も硬いですね。臓器の硬さが分かるんですか。で肝臓硬いとですね、うん、グッとこう引っ張られちゃって、うん、右肩が下がるような感じになります、今ちょっと万歳してもらっていいですか。右左で上げづらいのとかって何かありますか。もう一回戻して、うん、でゆっくり上げていって、うん、どっちかというと右のが上げにくい気がづらい感じですかね、はい、まあ、そこまで差はないかもしれないですね、うん、ちょっと戻してください、うん、でも身の方はだいぶ柔らかい感じがします。うん、それってなんかどういう理由とかあるんですか。姿勢です。へ、これちょっと前の方にグッと肩も引っ張られて、うん、ちょっと前かがみになるので、そうすると内臓圧迫しちゃうじゃないですか、うん、それで硬くなったりとか、うん、あともしかしたら自律神経が乱れている可能性がありますね、うん、自律神経が内臓を支配しますので、はい、それでちょっと硬くなっている可能性があります。今からちょっと肝臓を緩めていきます、はい、ちょっと鼻から息を吸って、はい、では吐いて口から、はい、吸って、はい、吐いて、はい、吸って、これで先ほどと同じようにちょっと手を上げてみてください。上げやすさの違いとかどうですか。うん、同じぐらい両手がになりましたかね、うん、OK です。じゃあ戻していただいて、力加減ちょっといいでしょうか。痛いです。痛いだけですか。はい、あ、気持ちいいです。痛気持ちいい感じです。あ、痛気持ちいいぐらいですか、はい。最上級です、
ちはそんなに痛くないですかね。そうですね、こっちは痛いですよね。右の方が痛いですよね。左はそんなに凝ってないですね。首、肩から足の裏まで全身施術していただいて、実際体が軽くなったのがすごい実感できます。あとやっぱやってもらってて特に凝ってるところは痛みがあったんですけど、そのすぐ後にもう腕の可動域とか、まあ、股関節もそうですけど、自分でなんか体の変化が実感できたので楽しかったです。やっぱこの肩がちょっと開いたような感じがします。本日はご来店ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ではまたのご来店お待ちしておりますので、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。では気をつけてね、お帰りくださいね、はいはい、あ、どうもありがとうございました。ありがとうございます。